こんにちは。勝手に女王とか名乗ってる人です。名乗るほど有名な人ではないし、再生回数も言っても逃げた。すごい動画でもなければ暇つぶしにもならないどころか、無駄な時間を取られるだけと言っても過言ではない動画です。それでも良ければ最後まで聞いてください。見ての通り、画面はずっとこのままです。今回は題名通り、ビートボックスです。上手くなろうともしないまま、ただただ音を出すだけという毎日を無意識的に続けて、3ヶ月、です。とりあえず、バスドラ、スネア、ハイハット、機械音、トランペットが一応できると言えるかどうかわかりませんけど、まあ聞いてください。バスドラが、って感じです。スネアが、って感じです。ハイハットが、で、機械音が、って感じ。トランペットがちょっと難しいんですけど、ちょっと最後音ずれましたけど、まあこんな感じです。あとクリックロール、名前忘れましたけど、そんな感じのやつで出せなかったんですけど、友達に教えてもらって出せるようになったのがってやつです。いや、いろんな、普通の人は出せると思うんですけど、僕出せなかったんですよね。やっと出せるようになりました。で、無意識に続けて3ヶ月とは違って、初めて練習を始めた最初の2ヶ月間があって、その時は必死で初めてやって、できるようになりたいと思ってたんで、で、その時の2ヶ月間の、僕が感じたコツを紹介しようと思います。バスドラは、よくなんか、いろんな動画とか、で、なんか、他の人が投稿している動画で、子音だけを発音する。ボという言葉を BO ってローマ字で書くときに、その O を発音せずに B だけを発音するとかいう説明してるところとか、何箇所かあるんですけど、僕はその感覚いまいちわからなかったんですけど、できるようになってからは思ったことが、子音だけ発音するっていうのが、かきくけこの場合だったら、かきくけこっていうことだったんですよ。で、その、かきくけこを、バビブベボのバージョンで、ってするんですよ。その、の、ボの部分の、この音を大きくするっていう感じで、って感じで、まあずっと続けてたらできるようになりました。それで、スネアが、まあビートボックスかなりうまくて有名になった人が教えてた動画のやり方なんですけど、プッ、プッ、ちゃった後に、スッ、ってやるんです。で、これをどんどん近づけていって、みたいな感じで、1ヶ月間でそれらしくなってきて、まあ、だんだんできるようになりました。ハイハットはもう、一発目で、まあ、一発目はなんか、初めてやった時は、まだ、ひらがなでツって言ってるような感じの名残があったんですけど、今はそんなにないです。機械音は、なぜか最初からできました。って、他の人がやってるのを聞いて、まあ、こんな感じかなってやったらできました。トランペットはどうやったらできるとかじゃなくて、声真似みたいな感じでした。なんか口の形をなんか変えたりとかしてとかいうのがあったんですけど、実際できるようになってるかどうかわかりませんけど、まあ、ここまで、今のところまでできるようになったところで思ったことは、声真似でした。もうトランペットの声を出すみたいな。どうやったらできるとかじゃなくて、声真似でしたね。まあ、こんな感じで、まあ、コツはそんな感じですね。で、まあ余談なんですけど、バスドラできるようになってからの体験談とかあって、歯磨きとかしてた時に、唾をペッて飛ばそうとしたら、
ってなったんですよね。このバスドラができるようになった後に、唾飛ばすだけで勝手にバスドラの音が出たんで、あの時びっくりしました。まあ周りに誰もいなかったんでよかったんですけど。あとトランペットですね。風呂場で練習してたんですけど、その時ただの裏声って感じだったんですよ。もうただ裏声でプーって言ってるだけだったんで、その時マリオやってたんですけど、もう家族全員にバレバレ。もうめっちゃ聞かれてても超恥ずかしかったですね。まあそんなこともあったりしたんですけど、まあ学校の通学中とかに、まあそこら辺に歩いてる人は、まあちょっとは気にしましたけど、いない時を狙って、通学中の時間と風呂場の時間とで練習して3ヶ月と必死の2ヶ月の5ヶ月間、今経ってこんな感じです。まあ、曲は自分で作ったりとかはしてませんけど、適当に繋ぎ合わせて、とか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 、そんな感じですね。まあ僕も何回か挫折したりとかしました。僕みたいになんかうまくできないけど頑張ってるっていう似たような人がいたら一緒に頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。